イエーイ。はい、それじゃあご飯火にかけたいと思います。どうするまでとりあえず、ね、久しぶりに今年最後のコメント返しをしたいと思います。裏赤ミッフィーさん、最近のノーティーさんの好きです。納豆キムチと栗ご飯の合わなさ分かります。ケチャップパスタナポリタンダメと。あ、ケチャップパスタはダメということですか。だからミッフィーさん、ケチャップじゃなくて美味しいナポリタン、ケチャップじゃないナポリタンだったら大丈夫なのかな。ちゃんとしたトマトだったら。納豆キムチ栗ご飯合わないと同じ気持ちの方でした。衣食同源ってやつですね。よく言われる酢豚にパイナップルは全く問題ないですか、うん、自分も酢豚にパイナップルは全然大丈夫です。自分も栗ご飯はホクホクすぎて箸が進みません。あ、やっぱ栗ご飯結構苦手な方が結構いるんだなっていうのを感じました。梅さん、お疲れ様です。お疲れ様です。美味しい食材が合わせて相乗効果で美味しくなれば良いですが、お互いの良いところを潰し合ってしまうとは残念ですね、はい、そう、美味しくなる方になればいいんだけど。先日近くのスーパーでけんちゃん豆腐が、安売りしてて買いだめしてしまいました。もちろん納豆も買いました。自分は年明けに40になりますが、年明け40歳おめでとうございます。40代おめでとうございます。お互い体に気をつけて頑張りましょう。頑張りましょう、はい、今日俺も豆腐、切れちゃったんで、この後工場行く前にスーパー寄って豆腐やらいろいろ食材買い足し行きたいと思います。ということで、まあ、年末年始そんなんか春っぽいようなそんなに寒くはないけど、まあ気を抜かず、風邪ひかないように気をつけて、頑張りましょう。頑張りましょう。ひろ兄さん、お疲れ様です。お疲れ様です。確かに体調悪い時に薬飲むと薬飲んだっていう安心感で体調が持ち直すってことあるような気がしますね、うん、はい。今回全く薬飲まずに、普通に完治してしまいました。ということで、本当なんか薬飲まなくていいのかなって。もともと薬、ほぼ年1年にどうにもならないぐらいの時、痛み止めとか、そういったものをたまに飲むけど、ほぼ薬を飲むことはありません。薬飲まない方が俺の中では、なんだろう、西洋医学よりも俺は東洋医学の方が、自分に向いてるなと思います。もっと、ね、とりあえず、はい、弱火にします。あとはこれで16時33分、16時45分ぐらいまで火にかけて、はい、感じです。薬はね、なんでどっちかっていうと薬で治すというよりも、病気になる前になるべくちゃんとしたものを食べて、病気にならない体、免疫力を高めて、風邪ひかないような丈夫な、まあ、風邪はでも効くのはしょうがないらしい。自分の中に溜まっている、菌だとかいろんなものを熱を出して戦っているので、まあそれはそれでちゃんと戦った方がいいらしい。変に熱を下げてしまうと戦えなくなっちゃうことがあるらしいから、副作用もあるし、なるべく東洋医学の方、西洋医学ではなくて、薬を飲むっていうことじゃなくて、薬を飲まないで、どんだけ普段から、
そういったもの、変なものを食べずに、なるべくちゃんとしたものを食べて体の免疫を高めるっていうのが俺はいいと思います。はい、生きるためにしている仕事、その中で生まれる矛盾ってありますよね。はい、やる気がないですね。やる気がないんだけど、やる気がないんだけど、なんか世の中が、特に日本、矛盾だけで成り立っている、ほぼ矛盾で成り立っているような国なんだなっていうのをとても感じてます。自分は逆に納豆ご飯は好きなんですけど、納豆だけで食べるのは好きじゃないんです。ああ、そうなんだ。本当に納豆ご飯だけで、納豆うどんとか納豆そばとか好きじゃないです。それはわかります。自分も納豆ご飯は好きだけど、納豆うどん、納豆そばとか納豆サラダとか、そういったものは自分も、好みではありません。納豆スパゲティとか変わってますよね。変わってはないと思います。はい、ここにいろいろあるんで、別に普通のことだと思うんで、はい、全然変わってないです。むしろ自分の方がとても変わるもんだと思います。体調を大事になさってください。ありがとうございます。お互い、元気に、また来年もよろしくお願いします。小田井さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ノーティーさんやドライバーさんには本当に感謝しかありません。そんなこと、はい、ありがとうございます。素直にありがとうございます。それなのに国会の人たちって本当に何やってんだって思います。まず賞与の金額をテレビでわざわざ公表する意味はって感じです。もらえない人たちがたくさんいるのに毎回ガッツを歌います。いや本当だよね。自分たちの税金がどういうふうに使われてるか皆さん知ってますか？何にちゃんと使われてるか。日本国ってすっげー不透明でしょ。こんなに不透明で何をされてる、自分の金がどこに行ってるのか、俺たちの税金がどこに行ってるのか、何に使われてるのか、こんだけ不透明な国っていうのも何にも示されない、国民には何も教えない、こういう国っていうのは、多分日本しかないんじゃないかなっていうぐらいと言われてるぐらい、日本は不透明な、国です。洗脳、洗脳、洗脳、国民を騙して、そういうのがもうなんか当たり前、戦争屋の、まあアメリカの戦争屋の言いなりになってるのかと思ったら、実はその DS が外にあるんではなくて日本の中にあるんではないかというとなってきました。まあ、この間の、原口先生の1時間半ぐらいの英語の、全部英語の、動画だったんだけど、一応全部見ました。ただ英語やっぱ難しすぎて分かりません。ところどころちょこちょこって分かるんだけど、なんか専門用語とかいろいろあるし、自分はそこまで英語が、できるわけじゃないから、なんとなくは分かったけど、でも相当日本ひどいな、えぐいなっていうのを、なんか感じました。もしよかったら、原口和弘代議士の YouTube をチェックしてみてください。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。コーン美味しそうですよね。はい、コーン最高です。炒めてあっさり味付けなら絶対にうまいやつ。あっさり味付けが好きなんですね。はい、俺は、どっちだろう。昔はこってりだったけど、最近は俺もあっさりかもしれない。まあでも、トウモロコシは最高に美味しいです。はい。ありがとうございます、いつも。お疲れ様です。お疲れ様です。当たり前のことができることには、本当に感謝です。はい。こうやって今日も、トラック飯、最後のトラック飯がこうやってできることが、
まあこれだけでも大変幸せです。モーティーさんの動画大好きです、ありがとうございます。そう言ってくれると俺もやる気がみなぎってきます。ということで今年もこれ最後だけど来年も、できる限り頑張っていくんでまたよろしくお願いします。お疲れ様です、お疲れ様です。待機時間の今後の2024年に向けて大きな問題ですね。はい、大きな問題です。運送業だけじゃなく建設業とかも。健康診断があるのでダイエット方法を考えているのですが、縄跳びがありましたね。今日から縄跳びします。お、いいですね。運転ご安全に。すっげえ縄跳びいいと思います。はい、縄跳びほんといいと思うんで、思ってる以上にダイエット効果、体力、筋トレと、なんかいろいろと結構、早く回せばそれなりに呼吸も苦しくなるかな。どうだろう、俺はもう苦しくなったりは しないけど、まあ、縄跳びすごくいいので、はい、来年はぜひ、ライブお待ちしております。よろしくお願いします。伝説の小豚さん、よろしくお願いします。プリさん、お疲れ様です。遠距離トラックの中には寝床があると知った時はすごい作りになってるんだと本当に感激したことを思い出しました。こんな風に睡眠取るんですね、すごい、はい、俺も小学校の時にうちの親父が、長距離のトラック少しやってたんだけど、その時に小学校前だな、俺が4歳とか5歳とか多分それくらいだと思うな、まあ、それくらいの時親父がトラック乗ってて、その時親父のトラックの中を見せてもらって、布団というか後ろに寝床があるということにすげえ俺も感動して、トラックの後ろで寝てみたいなっていうのはずっと小さい頃から思ってました。で実際トラックの中でこうやって生活1年の半分以上はもうトラックの中で寝るような感じだけど、まあ快適な時もあるし快適じゃないなと思う時もあるし、なんだろう、やっぱ家の布団には勝てません。やっぱねスペースが狭いんで、そんなもんしかないんで、やっぱりこれぐらいの布団で横にゴロゴロしながら寝てた方が、疲れも取るしぐっすり眠れるし気持ちがいいです。まあ、そろそろ終了でいいんじゃないかなと。そしたら蒸らしの時間に入ります。